カービングとは、彫刻のこと。一般的に趣味の気候芸彫刻を指すことが多いが、この項では彫る、素材、対象によって名称が異なることを考慮し、素材、対象別に記述する。大まかには、素材名をつけて三次元的に装飾を施すための、カービングと、対象名をつけて、対象物を立体的に真似て、模型を作るカービングに対別できる。 スイカに施されたカービング。素材の色合いや濃淡を生かしてある発祥は、タイのスコータイ王朝の時代の儀式で、果物に装飾的な彫刻を施したのが、始まりと言われている。タイカービングという言い方があるほどタイでは、伝統的な文化の一つで、在京タイ王国大使館のサイトでも、タイカルチャーの一つとして紹介されている。日本には、果物や野菜に施す、 白物、飾り切り等がある。現状では扱う素材の種類だけ故障が存在する。いずれも素材の硬さは木材ほどではなく、カービングナイフ一本でも作り上げることができるため、その手軽さから近年ではカルチャースクールのようなコミュニティでも教室が開かれている。カービングナイフは全長が20センチメートル弱の柄の部分が7割を占める刃の部分が、 小さなナイフで握りやすさと細かい作業のしやすさが優先される作りとなっている。また天国は技術的な面において非常に近いがカービングと呼ばれることはない。元々の木彫り彫刻のルーツは刃物の発祥とほぼ時を同じくする。宗教的なものや純粋な美術品として基彫国もあるが、ここではあくまで趣味の気候芸としてのカービングの種類を記述する。 こちらも彫る対象が異なれば、故障は異なっていく。素材が木材の場合、木目の細かく柔らかいものが使われる。木片に下書きをしてそのまま彫っていく手法と、あらかじめ粘土などでモデリングをしてから彫る手法があり、彩色にはアクリル絵の具がよく使われ、その際、筆、エアブラシなどが使われる。道具は、 一般的な彫刻刀のほかグラインダーなどの電動工具も使用される。タイのカービング、野菜に刻む主玉の芸術、日本の料理人の神業に迫る。cnn.co.jp2020 年3月7日閲覧。小林博士、中山敦志、新、読む食事園、日本料理、言葉尽くしご機嫌ビジネス出版博物の解説。 バードカービングって何ありがとうございます。